ロビンの真意を知り、奪還を決めたルフィたちはアイスバーグが整備したもう一つの海列車に乗り、四方の島エニエスロビーを目指す。そこには CP9 に連れ去られたフランキーを救おうとするフランキー一家の姿もあった。両者は団結し、仲間の奪還を目指す。町じゃごたごたあったけど、この先はここにいる全員の敵は同じだ。いいか、俺たちは同志だ。一方、先行してロビンを追っていたサンジはルッチたちに阻まれてロビン奪還に失敗、ルフィたちの海列車に合流する。同じく CP9 に連行されていたウソップは無事救出されていたが、一味を脱退していた彼は逡巡の末ある決断をする。話は全て彼から聞いたよ。お嬢さんを一人助けたいそうだね。そんな君たちを助けるのに理由はいらない。私も共に戦おう。私の名はソゲキング。ウソップは仮面をかぶったヒーローソゲキングに変装し、正体を隠したままロビン奪還のため一味に協力する。しかしロビンたちは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。大監獄への航路の入り口、正義の門を抜けてしまうと救出は不可能となる。世界政府の施設を襲うという前代未聞の作戦に挑む同志が集い、エニエスロビーでの CP9 との全面対決が幕を開けるのであった。狙撃の島の狙撃キング？ウソップ君の親友で、この度君たちの手助けをことつかってここにいる。ヒーローだ。マントしてるからそうじゃねえかと思ったんだ俺は。そうか、マントしてるからヒーローなのか。かっこいいな。ナミさん、それとついでにナミさん以外のアホども、ロビンちゃん救出の前に話がある。何サンジ君？ロビンちゃんは CP9 に何やら過去の根っこをつかまれちまってる。別に奪い返せなかった言い訳をしてんじゃねえが、敵地に乗り込んでもロビンちゃんが戻ってくるかは分からねえ。なもん関係あるか。絶対許さんぞ。ボーやるべきことは変わらねえ。助けるだけだ。とにかくロビンと会って話すしかないわね。エニエスロビーについて簡単に調べておいた。本島全門を抜けてまっすぐ進めば裁判所に着く。さらに先、島の裏手には正義の門ってのがあって、その門を通過されちまうともう救出は不可能って話だ。あれ？ルフィは？え、さっきまでここに。こちら本島全門、侵入者を確認。ロビンはどこだ？目指すのはあの塔だな。行くぞ。待てルフィ、まずはこの門を抜けなきゃならねえ。さあ帰れ。この門は通さねえぞ。巨人族の門番なんて反則じゃねえか。ロビンはここじゃねえな。上に登れば最後の建物が見えるか。みんな、ルフィに置いてかれないよう急いで。
前代未聞だぞ。政府の玄関にここまで踏み込んだ男。あ、お前鳩のやつと一緒にいた牛。怒りをしろ。いつまで暴れる気だ。貴様らとの戦闘力の差はガレーラの屋敷で十分に見せたはずだ。そうだな。でもなんでか今はさっぱり負ける気がしねえ。ダメだ。この先の海にまたこんなに強い奴が現れるなら俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド！この男、屋敷で戦った時はこんなにパワーはなかったはず。世界とか政府とか勝手に言ってろ。俺たちはロビンを奪い返しに来ただけだ。いや、お前らとここで会ってよか。怒るしろ。あの、また強くなれた。ゴムゴムのジェットピストル。ゴムゴムのでっかいゴー！ジェットバズーカー！おっとに頑丈なやつだな。じゃあもっと面白いもん見せてやるよ。見てよ。やっ！小僧にブルーノが負けたってのか。おお、ロビン、よかった、まだそこにいたのか。帰って。私はもうあなたたちの顔も見たくないのに、どうして助けに来たりするの。私がいつそうしてと頼んだの。私はもう死にたいのよ。麦わらの一味が内部崩壊を始めやがったか。あこりゃ面白い。ロビン、死ぬなんて何言ってんだお前。あのな、ロビン、俺たちもうここまで来ちまったから、頼むからよロビン。死ぬとかなんとか言っても構わねえからよ。そういうことはお前、俺たちのそばで言え。そうだぞロビンちゃん。ロビン、帰ってこーい。あとは俺たちに任せろ。